はい、先日お伝えしました、大川里穂から脅迫されていますという、まあ、動画の、まあ、続きになるんですけれども、まあ、あの後、まあ、航空の科学が、まあ、その、プロジェクトの、まあ、主催者の会社のところに乗り込んできて話し合いをしたそうです。で、まあ、その結果が出ました。で、連絡が今日来まして、まあ、結論としては、まあまあ、企画は延期ということになりました。はい、延期なんですけども、まあ、無期限延期ということなんで、まあ、実質上、まあ潰れたという話ですね。ということで、まあ、僕は実質上、まあ、降板ということになりました。まあ、なので、まあ、残念ながら、まあ、圧力に屈してしまったという形になりました。まあ、ちょっとね、まあ、これはかなりいろんな会社とかいろんな、まあ、出演者の方とかが関わった話だったので、まあ、各所にね、かなりの、損害と、まあ、迷惑がかかってしまいました。結果的に、本当に関係者の皆様、私のせいで、まあ時間と、まあ、お金と労力がとても無駄になってしまって本当に申し訳ございませんでした。まあね、まあ、これは最初に、まあ、連絡もらった時からまあこうなるだろうなというのことは、まあ、予想はついていたので、まあ、またかという感じですかね。まあ、3年経ったけど、まあ、そんなに状況は変わってないということみたいですね。まあでもこれは主催者側の人は僕は一切悪くないと思うんです。それはいろんなね、まあ、個人でやってる YouTuber とかと違っていろんなスポンサーさんとかが絡んでる話で、でそのスポンサーさんとかは、まあ、いろんな表の企業ですからね、表の、まあ、上場してる会社とかもあるわけだから、まあ、そういうところとかに何か、まあ、この件でクレームを入れられたりとか、まあ、したら責任が取れないっていうのは重々それは言いたいほどそれは言わずもがなでわかるんです。だから、うん、この主催者の会社の人が悪いとは僕は一ミリも思いません。むしろまあ本当に、まあ、僕なんかが、はい、本当に申し訳なかったなっていう気持ちでしかないです。はい、まあ、ということになりました。まあ、ちょっとね、またちょっと、まあ、撮影にかかっていただいた皆様にはちょっと近いうちにちょっとお詫びにお伺いさせていただきますので、はい、すいませんでした本当に。はい、ということでございました。残念ながら圧力に屈しました。まあ、まあ、でも僕はこれは、まあ、大川里穂以外は誰も悪くないと思ってます。なので、まあ、事情を知ってる人とかはまあ、その関係者の方とか、まあ、その主催者の方とかを、うん、責任を追及するようなことは、まあ、しないでいただきたいなと思います。ということで、まあ、残念なお知らせでした。はい、まあ、結構割と、はい、まあ、大きな企画で、まあ、結構大きなお金も動いてる案件だったので、まあ、実現できなかったのはとても残念ですが、はい、まあ、それは僕がプロジェクトに関わるという以上はこういうリスクは常に、まあ、つきまとうと、まあ、いうことみたいなんで、うん、だからなんかそうですね、まあ、なんか参加してしまって申し訳なかったなという気持ちしかないです。ということで一応この撮影した素材、まあ、映像がちょっともらえ使わせてもらえるかどうかっていうのを今交渉してます。もし使えたら僕の YouTube の方で何かもともと放送する予定だったものを、うん、こっちの、YouTube の方で編集して出す可能性はありますので、ちょっとそれは追って連絡します。
で、まあ、ちなみにあと前回の動画で、まあ、これ中止になったら訴訟しますっていう話をしたんですけども、まあ、ちょっとこれも、まあ、どうやら難しそうで、というのが一応公式発表として、まあ、延期という話なんですよ。だから延期っていうことはいつかまた放送する可能性はあるという話ですよね。そう、だから中止ではないと、うん、いうわけなんで、なんでそういう、まあ、言い方をあえて、多分それはまあ、その主催者の会社さんがしてる、まあ、揉め事が起きないように、これ中止って言ったら、まあ、損害賠償を取るの簡単なんで、延期って言ったら別に中止にはなってないでしょっていう、損害発生してないでしょっていう話になるんで、まあ、それはね、僕と、まあ、大川隆法との裁判が激化しないための僕が配慮だと、それは気を使ってくれたんだなっていうふうにも思うんですけど、まあ、なんでちょっと弁護士にも相談したんですけども、まあ、ちょっとこれは、まあ、訴訟を打つのは難しいと、はい、いうことみたいなんで、まあ、残念ながら、まあ、訴訟提起もできなそうですという話でした。ということで一応、まあ、うん、まあ、プロジェクトが1個、まあ、大川隆法によって潰されましたという話でした。はい、残念なお知らせですが、一応ご報告です。またちょっと撮った撮影素材とか使えそうだったらまたご報告します。以上でした。重ね重ね本当に関係者の皆様、私がこのプロジェクトにかかってしまって本当に申し訳ございませんでした。